ただいまより知事臨時記者会見を行います。本日は新型コロナウイルス感染症についてお話をさせていただきます。感染拡大が止まりません。昨日確認されました県内の新規感染者数は過去最多を記録いたしました一昨日の129人を大きく上回る189人となりました。特に岡山市における感染拡大の勢いが激しさを増しており、直近1週間の10万人あたりの新規陽性者数は岡山市のみで見れば都道府県別で全国第一の大阪府の73と同水準の 70.86 人となっております。現在県内の医療機関逼迫をいたしておりまして、もうこのままでいけばあとこの1週間か10日のうちにも大阪府や兵庫県今現在直面しておりますように自宅や宿泊療養施設で療養中に容態が急変して救急車を呼んでも受け入れ先が見つからないと、その自宅で死亡をされているという例が最近この報道をされておりますけれども、そういったようなことがこの岡山県でも起きてもおかしくないような状態にこのままではなってしまいます。県民の皆様に重ねてのお願いでございますけれども、これまでいろいろなお願いをしてまいりました。夜間外出については自粛をお願いをしているところでございます。岡山市の繁華街については時短のお願いをしているところでございます。それ以外にもいろいろなお願い、このマスクを外さないですとか、この家族以外との会食については控えていただくですとか、いろいろなお願いをしているわけであります。またこの県外にはもう極力行かない、帰省はしないということをお願いしているわけでありますけれども、本当にちょっとこれまでとは違うレベルで真剣に受け取っていただかなければ、この、本来死ぬはずのない人が死んでしまうということにもういよいよ直面をしていると考えております。県民の皆様のご協力を今こそお願いしたいと思います。私からは以上でございます。